皆さんこんにちは2021年6月18日金曜日シャロンの時間ですこの番組は那覇市首里赤平町モノ,モノレール義母駅近くにありますシャロンム精霊協会の提供でお届けしています 牧師の国吉陽子と、信徒の白間がお届けするトーク番組です。一時間、どうぞ、お付き合いください,、はい。よろしくお願いします。うん、はい。電話番号は、ゼロ九八八八七二六二一です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいえー、もうね、六月、えー。もう、沖縄も、梅雨が。 上がるかなと思っているときね,ね。また大きなね、すごい大きな雨って。<laughs> そうですね。もう水不足なるかなって心配してたら、またね、神。本当にね、神業だなと思いましたね。ね神様、素晴らしいです、ね。素晴らしいです、ね。本当に,本当にダムも、もう、あの、はもう、水がいっぱいになっているようですね。ねうん、で、最近、よく新聞にね、うん、下がり花。 とかね出ますね月下美人とかね今日の新聞綺麗でしたね花はいいですね癒されますね心も癒されて本当にあの下がり花っていうのも月下美人も夜咲くんですよね夜咲くんですよもう大変いい匂いもしますしねもったいないなと思いますね もう私たちが起きて気が付いた時にはしょぼんとなってますけどね <laughs>、うんえー、本当にあの素晴らしい花がどんどん咲いてきてますしね。うん、ねえ本当に、えー うん、もうあの、うん、喜びで満たされて <laughs> 神様はね私たちのために、うん、もう色とりどりのね、うん、もう大中小とね <laughs> 目立たない花もねすみれの花とかねた、うん本当に目立たない花もありますけど、うん、もう本当に大きく咲いて、うんえー、もうね 何年に一度しか咲かない花もありますとか言ってますけどね不思議なことにねセメントのね土もないと思うようなところにセメントの割れ目からね芽が出てねそれで花咲いてのがあるんですよね私たちのねあの住所の前でもね本当にどこから飛んできた種なんですかね本当にもう人癒しますね本当にその花を見てね癒されて喜びに満たされ <laughs> 本当に素晴らしいなと思いますね。さあそういう中で今日は、うん、あの価値あるものね、はいえー、その価値観というのかなそういうものをちょっとね、うん、あの聖書では何て書いてあるのかなと思ってね <laughs> ちょっと見てみましょうね。はい、あの新約聖書のピ <laughs>、うんまあ、ピリピ 人への手紙にね三、うん、章の7節うー私の聖書では「うん、新約聖書」の386ページなんですけどね「はい、ピリピ・ビトへの手紙」三章の7節の方からね「うんえー、私にとって <laughs> 得であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました」。それどころか 私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、 キリストを信じる信仰による義すなわち信仰に基づいて神から与えられた義を持つことができるという望みがあるからですって、うん、え今まで自分がね徳、うん、だと思っていたものがねみんな損に思うようになった、うん、<laughs> だからねこ,<の>これ普通の人が理解しにくいかもしれないですね。 本当にあのそんな方だったんですね。うん、あのイエスキリストを知る前はね、うん、まあ、イエスキリストの弟子、うんうん、みんな片っ端からね、あの牢屋にぶち込んだり、うんえー、殺されるのをね、うん、また見ている人だったんですね。うん、でその彼のまた仕事がね、うんえー、今で言う 国家公務員ののよううなな警察官といかそういうような正義に人を支配するようなそして間違っている人たちをね牢屋に閉じ込めるとかねそういう人だったんですね。ですけどこのイエス・キリストが十字架にかけられてねそれで弟子たちが弟子たちも信じていなかったんですけど。 本当にイエス・キリストがおっしゃったように、うん、3日後に私はよみがえるという言葉を残してたんですよね,すよね,ね私は死ぬけれども必ず生きがえるのよ蘇えるのよってね、うん、弟子たちに伝えているけど、うん、弟子たちもその意味がよくわからなかったんですね普通の人でもわからないですよねだから一旦は死ぬけれどもあ天国に行くんだなとね、うん、あのその時に行 よ,よみがえる生きがえるということなのかなと霊的にね,ねそう思ってたんですけど本当にイエス・キリストがね、うん、あの墓に入れられるのもみんな見てるんですね。そ、うんえー、それを知っているけどその墓も あのイエス・キリストが3日後によみがえるという噂があるからね、うん、大きな石をはめ込むんですよ、うん、この墓に、うんえー、イエス・キリストが出てこれないようにね。ですけどね夜中にの聖書を見ると「自信がある」って言ってますよね自信、うん、があって。うん でそのあの石の上に、えー、天使が座っているということがね、うん、箇所があるんですよね。うん、こういう風うに地震によってその大きな石がねこう人が入れるぐらいあの開くんですね。イエスキリストの墓火が、うん、あそれでその女性たちがイエスに従っていた女性たちが、えー、行くわけですけどね。うん、あのイエスキリストも蘇生られて 弟子たちのところにに会いに行くんですよねうん、えー、そしてそうこの,あのパオロもね、うんえー、弟子たちがイエス・キリストをよみがえったよというのを聞いてね、うん、もう,うわじわじしてるわけさあんな嘘っぱちを言っているとね <laughs>、えー、この人たちこそ。 捕らえてね、うんえー、牢屋にぶち込まないといけないと言ってね正義感のあふれる人だったんですね、うんえー、そしてその弟子たちを捕まえに行く途中ね、うん、あの天から火が下ってね「パオロパオロ」うん、オロって声が聞こえるんですよねそして「なぜあなたは私を迫害するのか」と言ってね、うんえー、声がかかって「えそのどなたですか?」って言ったあなたがね 迫害してるイエス・キリストだよということをね、うん、あの言われるんですね、うんえー、びっくりしてね本当に弟子たちが言うように、うん、蘇ったんんだなとということを、ねうん、知るんですね、うん、でも起きてみたら自分が今まで見えてた目が見えないんですよ。うん、困ってしまってね、うんえー、身近にいる人たちに目が見えないからうちまで連れてってほしいというふうなね、うんうん、ことをして。 言ってるんですね、うんえー、そしてそこに、えー、またあ,のある弟子にね、えー、あのこのパオロが、うんえー「目が見えないからあなたは行って癒してあげなさい」というね、うん、あの言葉もかけられるんですよね。うんえー、ですからね、うん、そういうのを染色で見てると何か映画を見てるようなね、うん、感じになりますよね。うんえー、そしてこの パウロが今まで自分のしていたことが本当に、うん、あの悪かったなと知らないがゆえに、うんえー、悪いことをしてたんだなということを知ってね それから本当にイエスキリストはよみがえったんだというようになったんですね、うん、もうもう180度の人生変わったんですね,ね、うん、そして今まで捕まえてイエスの弟子たちを捕まえて、うんえー、ぶち込んでいたんですけどねでも12名の弟子たちもみんなお互い全然それはね誰もあの、ね、あれはないや<じ>本気にする人いないですそうそう信じられなかったんですよね <laughs>、はい えだからもうあんなにペテロはねいやみんなが裏切っても私は裏切りませんと言ってね言えたわけですよねでもイエス様がいやいやあなたはね三回私を知らないというよというね本当にそういうあのの聖書で見ると本当にイエスキリストは神だなということねあの普通のあの ユタとかね占い師などは、うん、その人の過去のことは分かっても、うん、これから起こることは分からないさね、うんえー、ですから、うん、そういうことを通して、えー、私たち明日何が起こるか分からないことですけどす、ね、イエス・キリストはしっかりとね、うん、自分が必ず十字架にかかるということも言ってね、うん、でも3日後に。 蘇るよえるるとといいうことを伝えているんですね、うん、ですからその,あのイエス・キリストに出会ったパウロは自分が今まで思っていたことがね、うん、全部あの違ってたんだなということそのイエス・キリストの復活したイエス・キリストに出会って分かるわけですよ。うんええ ですから私たちもそうですね<う>教会に来ない前はね「うんえー、イエス・キリスト」なんて, <laughs> っていう、ね、で格好の人と格好の者のとしてね、えー、あの納めて、えー、あのうんうんってやってるけど本当にそれを「聖書」は世界のベストセラーということを知ってても読もうとしない。そうですね そして、うん、外国の、うん、神だよとかね,ね、うん、自分たちには、うんあせね、祖先先祖がいるということでね、うんえー、なかなか知ろうとしない、うんえー、それが普通だと思うんですけどね、うん、実際にイエス・キリストが目の前に現れて初めて、うん、あ自分の ああ考えていることが間違ったなと間違っていたんだなということをね、うん、知るようになるわけなんですね,そうですね私たちもそうですよね。教会に来るまではみんなと同じように、うん、イエススキリトが本当の神でであるといいうことはねね知らないわけですよ、ねうん、私も,もう高校生の時にね初めて教会に行くようになって高校一年の時、うん、本当に神様が生きておられるなら こんな世の中でないでしょっていうことをね、うん、よく心の中で言ってたんですよ。でもね、うん、あの私たちはね別にねあのキリスト信者でもないし、<っ>神の信者こういう風なあの宗教関係は全然わからないけれども。 何か困った時に「神様助けて」っていう言葉がねどうしてこうして出るのかが神様に叱られるよとかね親から神様というものはこんなものだよということを教えられたこともないんですよね。だけど自然に「神様」っていう言葉がねどこから習ったかわかんないけどそれがあの。 自然に植え付けられてんのかなと思うぐらいびっくりですね。嘘をついたらダメよとかね。あの盗んだらダメよとかね。それ今見たらね、ソロモンの時の実態にもありますよね。なるほどってだけどあってもね、それを実行することができないのが人間なのね。そうですね。だからね。パウロも一緒だったんですね。パウロは特別にね、あのもう正義感に満ち溢れた人だったと思う。 思いますねこの聖書から見るとねですけど神のその光によってね <laughs>、えー、もうまるっきり変わったんですねそうね、えー、そして、えー、3日ぐらいのね、うん、本当に目が見えなくなって自分というものと向き合ってね、うん、あの悔い改めを、うん、本当にごめんなさいという、うん、あのもう目の見えない、うん、時間をね悔い改めに えー、費やしたと思うんですね、うんえー、それからこの言葉がね、うん、今まで、えー、ねあの得だと思ったものが全く神様を知ることによってね、えー、そうです、えー、もう損にと思うようになったと、うん、それどころか私の主である、うん キリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に、うん、一切のことを損と思うようになった <laughs> そういう言葉があるんですね。うんえー、ですから、うん、この,あのパオロはその後まの今まで一緒に歩いてきた人たちからは裏切り者と言われるしまた捕まえに行っていたね、うん、イエス・キリストの弟子たちからはもう変なね 自分たちを捕まえるためにもうスパイじゃないかなと思ったりねそういう両方からあの変な目で見られていたわけですね、うんえー、ですけどそれがだんだん、えー、パオロの言うこととねまた神様からの示しがね、うん、いやあのパオロは私の選んだ人ですよということがねうん、うん、聖書にも出てきますよね。うんえー、ですから彼の目を開けてあげなさいと言ってねうん、うん、祈って。 であの開けて、えー、それからのパオロの働きがねだからこの聖書っていうのは本当不思議でね、うん、聖書を勉強してなくてもね人間のその話し合いを聞いてるとね、うんうん、あんたはもうアキメコラだよっていう人がいますよねこういう言葉も,もうみんなメカロロコとかさ <laughs>、えー、そ,それに聖書にあることが自然と何か 人間を使うようになってる、ね、ということがもう本当に分かるようになりましたね。はいはい、先ほど <laughs> あのおっしゃったようにね、はいはい、あの私たちにね、<laughs> 本当の神知らなくても神様が見てるよとかね、うん、悪いことをするなよ。神は ね、人間を作った時から、うん、作り主をあがめる霊をも入れてあるんですね,ねですから普通の,あの犬とか猫とか、ね、そういう動物は神をあがめる心が入ってないんですけど人間だけは、うん、作り主をあがめる霊が入っているんです、うんうん、ですからキリストを知らない本当の神を知らない人でも神をあがめようとね 神に恐れだから、その神の対象が、うん、一般の人は自分のあの先祖が神だと思ってるんですけど、うんうん、人間はどんなに死んでも神にはなれないわけですよね。はい、そこの違いですね。本当の神は聖書に出てくる。神。 うん、天地万物を作られた神が本当の神であるということをね知ることができるわけですよね。ですから私たちの人生そのパウロのように、うん、価値のないものを本当に価値のあるものと、うん、多くの人が、あのー、追っかけているわけですよね。人はこの価値を認めるか の,あのことによっててその生き方が決まってくるわけですよね、うんえー、お金に価値があると考える人お金儲けを一生懸命一生懸命やるということなんですけどまた立身出世したい人はそのために価値があるということで一生懸命有名人になろうとかね、うん、一生懸命自分の働きをしよう。 ということ命がけでしていくわけなんですけどね、うん、だからその価値のあるものを早く見つけて、うんうん、えー、そして、えー、そ,のそれに時間を費やしていく学ぶとかね、うんうん、そういうことが大切ではないかなと思ったりするんですね、うんうん、だから私たちは価値のないものに価値があると思ったり、えー、またつまらないものに価値あると 考えてね一生懸命になったりするんですけどね、うんえー、多くの事件もそのために起こったりしますね、うんえー、その先ほど言ったパオロもその一人だったんですね、うん、彼はイエスキリストの弟子ではなかったんですけれども、うん、むしろイエスキリストのその迫害されて、うん、キリスト教のこの人たちからも迫害されまた今まで一緒にした人たちからも 迫害されて死がね両方から迫ってくるような人生ではあったんですけどねえこのパオロは復活のキリストに出会ってこれこそ本当の 神だということでね命がけでそれに特訓だ人なんですねですからこの新約聖書のね、うん、半分以上はパウロの書ですよそ<う>ね、<laughs> うん、もう本当にその価値があると思って、えー、いたこのパウロのね、うんえー、人生を全く変えてもう作り変えて、うんえー、この自分は、えー、このキリストに出会ってから、うん、価値の あるものが価値のないものだということを知ったということでね自分の価値観とねそうですねこんなにも違って、はい、賛美を聞いてみましょうね <laughs> はいはい <laughs> 私の目にはあなたは高価でたとい私はあなたを愛している人生に安らぎと希望を与えますモノレール義母駅から酒類駅に向かって徒歩3分赤い十字架が目印です0988872621シャローム精霊教会キリストの温かい愛を持ってあなたを心より歓迎します シャロンム精霊教会からのお知らせです。教会では毎週日曜日午前10時より子ども礼拝、10時半より12時まで一般礼拝となっております。その礼拝後、えー、お茶をしながら皆さんとコミュニケーションをとってますけども、やはり教会に来るということはと、 でも素晴らしいことだということが来て初めてわかることがいっぱいあります。聖書だけを読んでてもやっぱりコミュニケーションがないとその解釈理解がわからないところはありますので、やっぱりコミュニケーションの時にいろいろのあの。 牧師の説教などの中にあ、なるほどこういうことだったのかということは分からなかったこともわかるようになりますのでやはり教会に来るということはとっても得が出てきますね、うん、はい、もうとても喜んでます、うん、私ははい<あ> <laughs>、パウルのようにね、うんえー、神様の未真理を知る、うん とということはね、うん、本当にその人の人生をも、うん、あ幸せに満ちていくんじゃないかなと、うん、う間違ったあ人間の考えでねこれが正しいなと思っててもまた神の真理から外れていてね、うん、あ,ーあの もう大変ずれていく人生であったりするけれども、うん、聖書を読むことによって、うんえー、神様の未真理を知ることによってね、うん、私たちの道が正しくあこう導かれていくんですね。その中にね、あの私最近日野原先生、百五歳で亡されたね、日野原先生のちで、ねはい、あの前は <laughs> FM 那覇の前はね、うん、あの本屋さんですのでね、うん、伝えに にありますけどそれを読んで本当にこの先生も清六科病院のね、うん、あの医者でしたけどね、うんえー、この淀ゴのハイジャック事件の時にねちょうどあの飛行機に乗っている時に日野原先生も乗っていたんですね。 出会いがあって、うんえー、人生というものをねすごく考えさせられたということがその本に載ってますけど、うん、そのクリスチャンであっても、うん、その先生の日野原先生ののお父様が牧師できたのねそれでこの先生はあの自然に、えー、子供の頃から教会には行ってるけど、うん、その本当にあのかあのあの この人生をうんと考えた時にはね、うん、あのよど号飛行機の中で。うん、ええー、ハイジャックされた時に、うん、その後の自分のね、人生が変わったということがね。この本に書かれているんですよ。うん、もうその時は九十歳になってたんじゃないですか? 80。八、う、十、ん、はい、そうそう。九、う、十、ん、歳、ね、うん、あの、な、七十。 70代の時ですね、うん、あの日野原先生が、えー、この、うん、このハイジャックに遭ったことはね、うんえー、それからその先生の、うん、人生がね、うんえー、自分の人生というのはあ本当に、あのーね、こ考えてこ,ここに書いてありますね「人生の後半は自分に与えられた知恵やセンスや体力を 今度は社会におかお返ししていく段階ですと、うん、許された第二の人生が多少なりとも自分以外のことのために捧げられればと願って、えー、いるということがねこれに書かれているんですね、えー、ですからこの先生はこのあのー、まあ 病んでる人のために、うんえー、医者になったわけなんですけど、はい、それまではそんなに、あのー、この自分のねあの大切な自分の任務というのもね、うんえー、もう少しあのう人の、まあ、病んでる人のために助けてあげようという精神で医者になったと思うんですけどこのヨドゴ川の。 事件の後に、えー、ガラッと自分の考えが変わったということがね、うん、書いてあるんですね、うんえー、ですからその先生は時間の持ち方もね、うん、本当にあに自分が生かされているから今その命というものは、えー、自分のお 神から与えられた時間だということが分かるようになって、うんえー、今度は社会にお返ししていく、うん、第二の人生、えー、ということでね、うんえー、多少なりとも自分以外のことのために捧げられればなと願っているということが書いてあるんですよ。うんうん、そしてて与えることとによって、えー、特別の才能や技術はいりませんと 与えることで失うのではなく心が依然にも増して満たされますと。 与えることによって聖書にもね与えなさいと言われてますよねそうすれば与えられると言われているんですけどね本当に人に与えることによって自分の心が満たされていくというんですね本本当当そうですよにあのねあるといの誰で 花丸というところでお蕎麦、はい、あ、おうどん、うどん屋さん、はい、花丸うどん屋あったんですよね。はいはい、そこに部活動。 から帰ってきた子供たちが5、6名あの疲れてあれしたんでしょうね。みんなかけうどん注文をしてたんですよ。その上に何もないわけよ。だけどあやかわいそうにって言って天ぷらを私が買ってからねその上に乗っけてあげたわけですよ。でもうすごく喜んでね。あでもう終わって帰るときにありがとうございましたって,ってみんなからこんなにしてありがとう <laughs> ありがとうって言われたときに。 与えたら自分が喜びが増していくんだと思ってね満たされていく感じたそう,です、ね、そういうことなんですよねそのこと言ってますねはい、えー、この面白いことね動物はね、走り方を変えることはできない、うん、鳥は飛び方を変えることはできない、うん、だが人は生き方を変えることができると、うん 性格というものは、うん、意志という自分の強い心で変えていくこともできますと」と、うん、日頃の習慣を改めていくことで性格や体がおのずと変わっていくのですと。 本当に聖書にも与えなさいそうすればね与えられると言ってね聖書の中にそうです自分の心のねあれが全然違ってきますね与えるということはね。こういうふうにもう本当に105歳までね先生生かされて本当に毎日がね生き生きとした生活だったようですね。 もう本当にあのそのお素晴らしい日野原先生やはりお父様が、うん、牧師でね、うんえー、お父さんの影響も随分あるんですけどねあの自分でいろんなことを体験することによって、うん、えまたね、うん、その先生の、うん、価値観が、ね、変わっていっているんですね。医医者者ににななって時期は、えーまあ、あのいい医者になろう みんななにに喜ばれる医者になろうという、ねうんえー、ことなんですけど、うん、それからはあの困ってる人のために、えー、またね本当に一人でもあのこの苦しんでる人のために自分は自分の寿命を、ね、その人のために捧げていこうという気持ちに変えられていく,、うん、いくんですね。うんえー、ですからら与えられた時間を 精一杯使うことが命ととということですと、うんうん、それがいかに貴重でしかも万人に等しく与えられたものだと実感した時、うん、他人の命をも大切にしなければならないことが分かると、うん、日野原先生は子どもたちに対してね、うんうん、メッセージとして伝えていますと。 沖縄にもいらしたんですよね。そうですね。はい。あの島袋さんはあったとか言ってましたね。聞いたとおっしゃってましたけどね。はいこのように本当に先生はあの惜しみなくご自分の持っている時間もね、また才能も惜しみなく捧げていたんですね。もうあの若い医者にもね、あの惜しみなくあの 教えておられて、与えておられたとあの聞いてますね。ですから私たちが与えることをね惜しみなくやると、また自分が喜びに満たされるんですね。満たされるね。はい。もう本当に私もそうですね。聖書を読んでてもう本当にこの生かされているだけが人生ではないと、もうね。 えー、神様が最初に人間に与えた永遠の命というのがあったんですけど、うんうん、これもアダムとエバの時代にね、うん、サタンに騙されて、えー、人間は死ぬ体になったんですね。うんえー、ですけど死んだ後にあのに裁きがあって、うん、永遠の命があるということを、ね、知ったんですよ、うん、私も。えー、そして本当の神、うん を知った人ねえ、うん、本当の神を知らないで、えー、いる人たちは裁かれて永遠の地獄に落ちるということがね、うん、聖書に書かれているもんですから、うん、もう私びっくりね、うん、えー、みんな死んだらそれで終わりじゃないかなと思ったんですけどね、うん、そうじゃないわけですね。うん、聖書を読んで、あのー、もうその 続きがあるということをね、うん、知ったもんですから、うん、あこんな大事なこところは、あのせあの十字架にかけられる時も、うん、罪人二人とキリスト真ん中でね,でね罪人が二人いるのに、うん、罪人は当たり前のこと、うん、だけどこの人は悪いことをしてないということは。 もう人人の罪人は分かってるわけね,そうですねだから分かっているからもう一人の罪人があんたはあのこういう何でもできるわけだから私たちも救いなさいというような,悪あのなんかのの知った言い方してたんでしょ。あななたが神ならね言に、えー、使いを送って十字架にかけてる人をやっつけなさいとかね、うん、そして私たちも助けなさいとかね。うんうん だからその言った人には神様は何にも言わないけどこの隣の罪人が何言ってるかあなたはこの人は何も悪いことしてないじゃ私たちは当然なことだのにっていうことで神様どうかあなたと一緒に神のあのあれはパラダイス私思い出してくださいというようなことを言ったからこの人に。 ことはかけたんですよね。あなたは今日私と一緒にね、天国に入りますというで、だから悪いことをやってても悔い改めるということは天国に行けるということを。だからみんなお葬式の時に十字架にあのモッというのがあります。そうですね。それが十字架の中に口が二つがいてこの毛辺がありますでしょ。これはみんなわかっ てい,いるんですよだから日本の漢字というのは、ええ、漢字というのは、ね、意味があるんですね、ええ、このモシのモねモという字がね十字架のそうそう十字架の中に左右に口があるねその衣はみんながあのくじ引きでこの衣を取るとかねこの二人の罪人の中に一、ええ、人は天国一人は地獄にそ,うそ,うそのモシというのを 亡くなった時にはみんなもして書きますよね,すよね信者じゃなくても書きますよね、うんうん、だからそこに人間は悔い改めるっていうことを忘れているから<う>死ぬ間際に生きてる時に神様許してくださいっていうことを言ってた天国に行けるのにっていうことは分かってるんですよ <laughs>、はいはい、ですよね,うんね本当に、うん、私たちは、うん 本当に今それを私もねもう本当に日本ではまだクリスチャン1%に2%に満たないと言われてるけどねそれを知ったもんですからね大事なことを自分の家族にはね是非伝えたいなとだからイエス・キリストを本当の神と信じてくださいと。 言えるようになったんですけどね、うんえー、それがあの神の本当にみんな神様は命を与えた神様ですから、うんうん、一人でも多くの人が本当の神を生きている時しかそれは受け取れないんですね、うん、永遠の命というのは。ですから私たちは生きている時に本当の神と出会う、うん、そして本当の神を 信ずるという大切な役目があるんですね。はい、ですから私たちも勇気を出して、ね、<laughs> してそうですね。はい。向かっているわけですね。<laughs> えー、はい。つい,ついみんな三対一、四対一になった場面、ね、負けてしまうような自分がいるときにはとても歯がゆいんだけども、なかなか聞いてくれないというあれだね。えー、そうですね。うん、あのですから私たちもね勇気を持って。うん えー、聖書に出てくる御言葉をね、うんはい、お知らせしたいという気持ちがあるわけですよね、うん、<laughs> そうなんですよ、はい、だから褒め人間は褒められたら喜びっていうのは誰でも持つと思うんですよね,ですねだから褒めてあげるということがこの人のためにいいんですよね、はい、たった人間が神様が褒めること喜びということの感情が 人間にだけ与えてるんですね。そうそう動物が人間を褒めることはないですよね。だからすごい神様だなって思いますね。<laughs> ええ、そうですね。ええ、本当に私たちは神が与えられた命を本当にあの真理に基づいてね、もうあ、ん、の真理を知ることによって正しい知識が与えられていくわけですね。うんうん、ですから本当に聖書の 神様の御言葉を知るということは、うん、大事だなと思いますね、うん、人間の考えでこれは正しいなと思ってても、うん、道がちょっとね、うん、5度ずれてもだいぶ最後にはずれていきますのでねですごく大きなずれになりますからね、えー、ですから聖書に基づいた、うん、あの生き方を、うん、ねできるならばね、うん、素晴らしい人生になっていくと思いますよねそうですね 聖書にもね、うんうん、そのように書いてあるねほ、うん、えー、どの神を知るならば、うん、何をしても祝福があると、うん、祝福の言葉が書かれてますよね。うんうん、だから私たちは、えー、この聖書の言葉を生きがいというのかな、うん、あのいつも読んで自分の道を正しい道に沿って えー、十字架の道をい歩いているわけなんですけどね、うんえー、もう本当に、えー、永遠の命永遠に続くものを受け取ることの大切さは、うん、人が生きていいる時しかそれれは受け取れないわけ取なわですね、うん、ですから大事なことですので、うん、私たちも嘘はつけない <laughs>、ね、聖書に基づいたねい言葉をうやる伝える。 という大切さもあるわけなんですね。うん、はい。ええ。さ、賛美にしますね。いねはい。 私の目にはあなたは高価でたとい私はあなたを愛している人生に安らぎと希望を与えますモノレール義母駅から修理駅に向かって徒歩3分赤い十字架が目印です0988872621シャローム精霊教会キリストの温かい愛を持ってあなたを心より歓迎します シャロム精霊教会からのお知らせです教会では毎週日曜日午前10時より子ども礼拝10時半より大人の礼拝となっております礼拝後はお茶をしながらコミュニケーションをとっていますあのそのそね、私聖書をいつも教会通っていつも感じたことは友達同士集まるでしょみんな幸せって言ったら 10名いたら10名中みんな幸せという人いないですよね一人二人はいるけどまあ幸せでしょうねとかね、うんうん、幸せじゃないというようなねもういろいろね神様ってみんな幸せになるようにお作りになった、ね、っていうことですよね。はい だからその幸せっていうのは何が幸せになるかという金があってもも幸せじゃない人もい人るんですだから金がなくてもとても家族だんだんしてとても幸せそうな家族形成をしてるところはあるんですねだから、ね、要は生き方だと思いますよ。その生き方をやっぱり修正していくということは、はいね、やっぱり教会通ってるとね分かるようになりますね。ええええ、そうですねはい 信仰と希望と愛があればといわれてますけどこの篠原先生の本にも書いてありますね、本当にがんの告知を受けている方でも希望があれば必ず生きていく望みがあると言っているんですよ。ですから どんな人にとっても、うん、その人のね、うんえー、生き方っていうんですか、うん、希望というものがあれば、うんえー、どん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 、うんあのー、明るい顔になって、うん、本当に、えー、人生というものは最後の最後まで希望を持ってね生きられるということをね、うんあのー この,日のある先生にも、ねうんえー、書いてありますね。えー、どんながんの,の告知があっても、ねうんえー、この人は希望を持って、えー、何かの望みがあれば人間は生きられるのですと言ってが、ねうん癌の末期状態にあっても、うん、明日という日に何かの望みがあれば人間は生きられるのですと、うん、書いてあるんですね。人間は何かをしたい。うん という強い気持ちを死の間際まで持っているのですと、あの言ってね,ね本当にあのマルティン・ルターがね、たとえ世界が明日終わりであったとしても、うん、私はリンゴの木を植えるという言葉を、うんうん、残してあるようですね。うんうん、えー、からあの私たちは。 えー、聖書の中にもね、うん、最後まで残るものは信仰と希望と愛であると教えてますね、うんうん、ですから私たちは希望を持って、えー、本当に神様のおっしゃった信仰を持ってね、うん、希望を持って生きられる、うん、ということはねすばら,、ね、らしいです。 一番嫌うんですよねだから神様を喜ばせることはこういうこと嫉妬心とかねこういったことを持たない方がいいんですよねそれはもうね、ん。 神様に聖書にね、九つのね見語あの書かれてますね。だから聖書にはあるようなことが、それみんな分かっているけど行動がちょっと相反する場合があるんですね。その時に聖書教会通ってる人はあこれいけないんだということを聖書思い出すからこういう言葉がだんだん減っていくわけです。人間はみんな過だらけですけどね。それがだ。 こういう言葉いけなかったごめんなさい神様ってって私時々ね運転もしながらね横からバンと入ってきて「何これこの人は」ってすごく怒っちゃうのこれは当然だと思ってたけども「あごめんなさい悪い言葉使ってしまいました」で、て言い改めることはねだからそういうふうな何かしらね自分でもすぐあの「改める」という習慣これがあの ちょっとずつはついてるような感じがするんですね私たちは常にね信仰を持って希望を持ってあの進みゆくようにと言ってるんですねそして天の父親のことも書いてあるんですよ肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが霊の父は 私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなくかえって悲しく思われるものですが後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。 これ試練だね試練のこと言ってるんですね試練の時ですけど神様はその人を幸せにするためにそういう風にすると言ってるんですけどねですから弱った手と衰えた膝とまっすぐにしなさいというね教えがあるんですね私たちは神に愛されてみんな命を与えられてますのでその命をね 私たちは自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと言われてますね。うんうん、ですから私たちは自分を愛するように本当にその自分の身近な人家族ね、うんえー、そして、えー、友人知<う>人ねその本当にそれを大事にしていくところに幸せというのがあると思うんですよね。今の時代こそ うん、それを実行に移して欲していいと思いますね、うんえー、もう,う外にも出られない、うん、学校にも行けないとうちに閉じこもっていて、うん、父親も怒ってね子供を虐待するとかね、うん、もう自分の吐け口をね弱者に弱い人に向ける、うん、ということは本当に悲しいことですね。うんえー、ですからどんな 中にあっても、うん、自分を愛するようにあなたの隣人、うん、家族もそうですしね、うん、友人もそうですしね、うん、だからそういう風に愛の行いをするとそこに自分が幸せであればそこに幸せが 生まれるわけですよねだから「喜びなさい祈りなさい<え>常に感謝を忘れずに」というような言葉が頭にすぐ浮かぶのは、ね、苦しい時に「はい、あこれ試練だ」と思ったら「<え>あこれを乗り越えたらまた幸せが来るのね」と思ったらこの試練も乗り越えあの切れますよね。だからそういうい考え方が あの聖書を読んでると、はい、やはり教会に行くと、はい、これが分かるようになりますからね。ねぜひ教会にいいらしてくださ時間も少しなってますけど、ね、今、ねえー、悩み苦しみ、ねうん、いろんな問題や病気を抱えていませんかあどうぞ人生に対しての不安あるいは結婚問題 えー、恋愛問題、夫婦生活、ね、子育て、老後などで困っていることはありませんか。自分なりにやってはみたけれども、何が正しくて何が間違っているのか、果たしてこのままでいいのか、答えを見出すのは容易いことではありません。しかし、ただお一人、あなたのすべてをご存知の方がいらっしゃいます、えー。天地を作り、あなたを母の体内で組み立てて、 誕生させた神様です。神は愛ですと言われてます。あなたの人生の最善の道を知っており、いつもあなたを祝福したいと思っておられます。どうぞその神様と早く出会ってください。 人生最大の贈り物です。どうぞ受け取ってください。はい、皆様でしたね。にゃんこさんもね、いつもありがとうございます。いつもね、あの、もうライン。送ってくださいって。感謝します。はい。では、来週まで皆様。シャロン、お元気で。元気でね。お願いします。